なんとこの私ダイビングライセンスを取ります。はい、もともと全く2日前まで全く興味がなかったんですけども、昨日季節の変わり目の強風が止んでですね、まあ久しぶりに10日ぶりにぐらいですかね、海入ってシュノーケリングをやったんですけども、ちょっとね想像を超える、今までの人生の中ではちょっと考えられないレベルのサンゴ礁を見たんですよね。まあ地形というか、もう海底深くにあるなんていうんですかね、岸辺とかちょっと浅瀬に群生しているこう、シュノーケリングでまあ十分に届く範囲にある、サンゴ礁っていうのは結構見てたんですけど、かなりこうダイビングでないといけないような深いところに、海底に大きくまるで町をね形成するかのように広がっているサンゴ礁のを見まして、あーこれはちょっとスケールがすごいなと、こんな世界があったのかと結構感動してしまいまして、あーもうダイビングじゃないとやっぱりいけない、またダイビングじゃないと絶対に味わえない感動があるんだなということを、まあ、理屈ではなくもうはっきりと分かってしまいまして、まあ、それで、まあ、世界で指折りの美しいそういうダイビングスポットであり、まあ、ダイビングライセンスも世界で一番もう本当にトップレベルで、格安で取れるということで、まあ、そこにまだね、滞在している期間も余裕もある中で、まあ、挑戦しないのはちょっともったいないなという結論に至りました。ということで、もともと全く予定はしてなかったんですけども、このクレイジーニュースでダハブでライセンスを取るというプロセスをお送りしようかなと思います。まあコロナ禍でなかなかね多くの方々が来るっていう形ではないと思うんですけども、まあ、もしダハブに来る機会があれば、あ、まあ、こんなプロセスでライセンスを取るんだなということを参考にしていただける動画を作れればと思いますので、ぜひ、あとは、まあ、実際に海底映像もお送りしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。シリーズでお送りします。ダイビングライセンスを取る、行ってみましょう。さあ、それではウェットスーツのフィッティングと、あとは靴ですかね、フィッティングをして調整していきます。事前準備です。それでは初めてのウェットスーツ、私生きている中でウェットスーツを着たことが一度もありません。ちょっとフィッティング合わせてみましょう。おお、膝まで上げる、分厚いですね。これはあったかいでしょう。ちょっとずいぶん気分がね、道具に触れるとちょっと気分がそれっぽくなりますね。どうでしょうか。なかなかフィットしてると思います。このサイズでいいんじゃないですかね。これは BCD ボヤンシーコントロールデバイスです。じゃあちょっとフィッティングしてみましょう。これをしっかり締めるのが、ポイントです。これで空気を調整して浮力をコントロールする、そういうものらしいです。
し。ダイビング初日、クタクタです。ボロボロです。もうね、疲れすぎてもう目がもういっちゃってるんで、サングラスつけさせてください。もう水中の中で初めて息をするという特別な体験をした日なんですけど、そんな余韻に浸る暇もなく、やるべきこと、達成すべきセッションが多くてですね、いやー本当ね、これみんな同じことやってるのって思っちゃうぐらいパツパツに詰まってまして、やることが、今日は朝から、ブリーフィング、まあやることの内容を確認して、海に2回入ったんですけど、もう全部が終わったのが2時半ぐらい、朝の8時半集合で、まあ何もね、口にしてないっていうのはまずいと思って、デーツとかフルーツですね、少し口にしてたんですけど、もうガス欠、体が疲れと空腹でボロボロです。エネルギーチャージ、いやー本当ね、まあもともと4日5日ぐらいで、ライセンスを取るということですし、まあ、水中、体でもそうですし命も関わる、そういうアクティビティなんで、厳しくなる、確認に確認作業があるっていうのはよくわかるんですけど、ちょっと舐めてましたね。いやー本当ね、軽い気持ちでちょっとやろうかなぐらいの感じではいけませんね。テスト勉強もありますし、かなりね、日本人インストラクターのケンジさんにプライベートレッスン状態なので、マンツーマンなので、ありがたいですけど嬉しい悲鳴ですね。まあ、そつなくそれなりに、プログラムはこなせた自信はあるんですけど、いやーもうね、
心身ともについていけてないかもな、年かな。いや、これがね、初日だと思うと恐ろしいですよ。まあ徐々に余裕も出てきて、水中の中をね本当に楽しんでいけるようになると思うんですけども、初日の感想はもう疲れ果てた、もうその一言です。それでは